ごい人。60分待ちですって。それって1時間ってことだよね。これに並ぶの？別の乗り物にしよっか。しのぶさんはどこに行きたい？私はジェットコースターに乗りたいわ。やっぱり？実は私もそう思ってたのよ。は？ということでジェットコースターに決定。さ、行きましょう。あのさ、ちょっと待ってもらえるかな。どうしたのめぐるくん、早く行きましょうよ。僕、ジェットコースターとかその手のものは得意じゃないんだけど。あ、そうなんだ。じゃあどんどん乗って得意にならなきゃね。え？どうしてそうなるのさ。もしかして怖いの？違うよ、怖くはないけど。その…なら平気よね。さ、めぐるくん、特訓よ特訓。レッツゴー。特訓って、そんな…参ったな。だからさ、僕はジェットコースターみたいな乗り物はちょっと…あーもう、はっきりしないわね。行きましょう、しのぶさん。しないわね。あれだけ繰り返し乗り続けて平気な顔してるそっちの方がよっぽど変だよ。あの3回転ひねりはなかなかのものだったわね。次はスプラッシュコースターで、その次は…めぐるくん、その携帯であの辺りの写真を撮っておいてくれない？ウォーターアイランドのメインビジュアルって感じでお願いね。あの辺りって？後で新聞を作るときに使うかもしれないし。立花さんのインスタントカメラは？さっき使い切っちゃった。
ったく、お前来るのが遅すぎるんだよ。めぐるくん、知り合い？多分人違いだと思うんですけど。違うの？おい、ヤマト！ごめん。悪い。11時集合だったのにメンバーの一人がまだ来なくってさ、合流できなかった場合、毎時間ちょうどにこの時計の下で待つってことになってたんだけど。うちらチャットのメンバーで今日は初のオフ会なの。だからメンバーの顔を知らなくてさ。オフ会？チャット？これって何？チャット？チャットはそのチャットだよ。何よその答えは。知らなかったら知らないってはっきり言えばいいでしょ。ごめん。チャットっていうのはね、そう、リアルタイムで会話が進む掲示板って言ったらわかるかな。文字で会話ができるんだよ。すっごく面白いんだから。それに県外どころか海外からでも参加できて、多い場合だと30人とか50人同時に話すこともできるわけ。あれのことね。最初からそう言ってくれれば私だって分かったのに。へえ、そんなに大勢と話せるんだ。でもなんで僕がそのまだ来てないメンバーだと思ったの？初めて会ったんなら顔は知らないはずだよね。いいところに気がついたわね。私もそれが気になっていたのよ。彼が持っているストラップだよ。え、これ？そう、携帯まで一緒なんだよ。こんな偶然もあるんだね。この携帯とストラップが待ち合わせの目印なの。私はヤマトだから Y、 彼はシルバーだから S。 それで僕の M を見てそのみやびさんと間違えたのか。そうだ、他のメンバーもついでだから紹介するよ。私の名前はカイって言います。はじめまして。みやびじゃなかったんですね。すみませんでした。あ、はじめまして。僕はめぐるで、こっちの二人は。はじめまして、カイさん。私は立花みやこ。私は桜田しのぶ。よろしくね。
海って本名じゃないのよね。海はハンドルネームです。でも長く使っているとこっちが本当の名前のような気がしてしまいますね。ハンドルネーム？名前のことだよ、多分。ハンドルネームというのはインターネット上で使用する偽名のことよ。ネット上ではプライバシーの問題もあって本名を使う人はまずいないわ。ああ、あれね、ニックネームみたいなものでしょ。ちょっと待って、それじゃああなたたちお互いの本名は知らないってわけ？そうだけど、別に知らなくても困らないしなあ。ええ、そうね。カイ、ちょっとこっち来て。メンバーはあともう一人いるんだけど。あ、なんだよザップ、ずっとそこにいたのか。はい、あんたやのうて後ろのその私。ああ、やっぱりその声はすみれちゃいやないですか。すみれちゃん、こんなところで会えるなんて夢みたいや。僕毎週番組見てます、ビデオも撮ってます。なんなのよこの人。立花さん、僕こんなこともあるかと思って色紙持ってきてるんですよ。サイン書いてください。助けなさいよ。なんだかよくわからないけど、立花さんモテモテだね。そうね、私ってモテちゃってモテちゃってもう大変なのよ。え、あ、いや、だからめぐるくんの相手なんてしてられないわ。さ、行こう。ちょっと待ってよ立花さん。おい、どこ行くんだザップ。愚問やな、これからスミレちゃんと愛の逃避行や。さっきからスミレスミレって。な、スミレちゃんなんか言うたか。だから私はスミレなんて名前じゃなーい。ちょっと橘さん、やりすぎだって。ぼっ、これが愛の鞭ってやつなんか。派手に決められたな。大丈夫かザップ。にしてもスミレちゃんって一体何のことだ。スミレちゃんを知らんのか。今人気絶好調の特撮アイドルやで。特撮アイドル？なんや、あんたスミレちゃんとちゃうかったんか。
そないにそっくりやからてっきり本人やと。ふん、宮子さんにそっくりの特撮アイドルね。興味あるわ。うん、確かに。なんや、あんたらスミネちゃんに興味あるんか。ほら、この子なんやけど。ビューティー仮面？あー、この人立花さんにそっくり。似ているわね。似てる。僕は似てると思うけどな。で、この人がスミレちゃんっていうの？ゆうこちゃんや。すみれちゃんはこっち。元祖ビューティー仮面はすみれちゃんなんや。でも怪我で番組に出られんようになって、今はこっちのゆうこちゃんがやってんねん。でもさ、俺も昔こういうの好きだったんだよな。なんや、シルバーもこっち方面に興味あんのかいな。いや、興味あるっていうか、子供の頃こういう特撮系ってよく見てたなって。なんも言わんで、お前には素質がある。だってこれ大切なものなんだろ。えんやって、まだたくさん持っとるし。これは布教用でリュックの中にもまだまだ入っとんね。家にも鑑賞用と保管用があるしな。一体何枚持ってんだよお前。しかしこっちとこっちが別人だって言われても、こんな派手な仮面つけてたらわかんないよな。なんやと？お前違いの分かる男に並んでどないすんねん。これは特撮だけの問題とちゃうで。そもそもな、みやびもいないことだし、またなんか乗りに行こうよ。そうだな、騒がせてごめんな。ほらザップ、行くぞ。いやいや、僕はスミレちゃんと一緒に降りたんや。もう、私の名前はミヤコ。ええわ、その声、ミヤコちゃんって言うんやね。その名前もグッドやで。なんだか気に入られてしまったみたいね。これも何かの縁ってことで一緒に回らない？でもヤマト、私たちまだやることが。もう準備は終わったし、やることなんてないじゃん。そうだよな。うん、そうだね。
いや、絶対に嫌。それなら、あなた一人で行くといいわ。ちょっとめぐるくん、あなたはどうなのよ。わかったよ。そんなに嫌なら遠慮しておこうか。あれ？ちょっと何するのよ。ほらほら、早く行こうよ。橘さん、ボケっとしてねえで、お前も早く。いたもしかして私たちと一緒に回るの迷惑だったんじゃ。ううん、別に迷惑なんかじゃないよ。そう、よかった。私もめぐるくんたちと一緒に回れたら楽しいだろうなって思ってたから。シルバーの言う通り、大勢の方が楽しいよね。じゃあ行こうか。うん。気持ち悪い。そのセリフ、今日何回聞いたかしら。だって。大丈夫？カイ。さーて、次はハイスピンコースだよ。ねえ、めぐるくん聞いてるの？ちょっとやめてよ立花さん、そんなに揺さぶられたら。みやこさん、やめなさいよ。桃井くん困ってるじゃない。しのぶ、ハイスピンコースターはもう乗ったでしょ。次はイリュージョンマウンテンよ。え？取材のためには何度も乗ることが必要なのよ。一回乗っただけじゃいい記事は書けないわ。バカね。取材だからこそいろいろな乗り物に乗るんでしょ。何よ、マスコミュニケーションが何たるかも分かってないくせに。あら、今日は誰のおかげでここに来れたのか忘れたわけじゃないでしょうね。私はナオトさんに券をもらったんだから関係ないわよ。そうだすっかり忘れてた。どうした？ああ、そうだ、そうだよ。どうかしたの？これこれ、これ見てよ。ウォーターアイランドフォトコンテスト？そうなの、私たちが持ってる携帯とウォーターアイランドのタイアップ企画なんだって。園内で撮ったベストショットをメールで送るのさ。優秀作品にはなんと賞金10万円。10万円？私たち5人で写真を撮ってコンテストに送ろうって決めてたの。すっかり忘れてたわ。他にやることがいろいろあったからな。
から1時間は撮影タイムってことにしようよ。それで新聞部のめぐるくんに4人のうち誰の写真が一番いいか見てもらわない？いいね。そこで選ばれた写真が10万円に一番近い写真ってことになるんだな。じゃあ解散。1時間後にこのからくり時計の下で待ち合わせね。ええ？みやこちゃんたちにも言っといてね。ちょっと。あれ？彼女たちどこに行くの？なんか携帯フォトコンテストに応募する写真を撮りに行くって言ってたよ。また1時間後にここへ集合だってさ。え？携帯フォトコンテスト？僕が持ってる携帯とウォーターアイランドのタイアップ企画らしいよ。優秀作品には10万円がもらえるんだってさ。え？本当に？じゃあめぐるくんも応募しなさいよ。え？僕が？え、賞金はみんなで山分けね。そんな無理だよ。僕写真なんて自信ないし。それに最近この携帯に変えたばかりだからまだ数えるくらいしか写真機能を使ったことないよ。じゃあ私が撮るから貸して。え？お取り込み中のところ悪いんだけど、それ事前登録が必要みたいよ。それじゃあ諦めるしかないよね。もうどうしてこういう重要なことを事前に調べておかなかったのよ。そんなこと言われても。1時間後に待ち合わせ。結構時間があるわね。私たちもどこかへ行きましょうよ。それもそうね。じゃあここはめぐるくんの意見で決めよっか。え？また僕が？プールに行ってみない？せっかく水着持ってきたんだし。そうね、プールもここの目玉の一つなんだからちゃんと取材しておく必要があるわ。それにここのウォータースライダーはかなり種類があるみたいだし、記事にするにはもってこいね。しのぶは？別にいいわよ。せっかく荷物になる水着を持ってきたのに使わないのはちょっとバカらしいし。そうそう、私ビーチボール持ってきたの。そうだ、日焼け止めを塗り直さないとダメね。あ、私持ってくるの忘れちゃった。それくらい貸してあげるわよ。本当？桃井くんも使う？え、僕はいいよ。そう、若いうちからしっかり対策しておかないとシミになるのよ。うん、わかった。借りるよ。私、学校以外のプールで泳ぐのすっごく久しぶり。私もよ。前に買った水着はもうデザインが古いから新しいのを買ったの。え？どんなやつ？